どうもピエです。今日はですね、キャンプ&サウナサンセットというところに来ておりまして、こちらですね。はい。都内からね、60分ぐらいで来れる、とてもね、アクセスも良くて、見ての通りテントサウナとか、最近できた奥にはね、バレルサウナあるんですけど、そこもね、ちょっと合わせて見ていきたいなと思います。今日3月31日に撮影してます。毎年桜はこの時期に咲くという話なのでね、情報として頭に残しておいていただけたら、とてもいいんじゃないでしょうか。ピアチャンネルは関東圏のキャンプ場紹介をメインにしておりまして、過去150以上キャンプ場に行ってるんですけど、で、その中からサイトが広いキャンプ場とか、予約不要のキャンプ場とか、いろんな角度からね、おすすめキャンプ場っていうのを紹介したりしてます。あとお気に入りマップといって Google マップにピンを刺したリンクをね、共有させてもらってます。公式 LINE から見ることができますので、ぜひ友達追加の方もよろしくお願いします。それでは早速行ってみたいと思います。で、基本的にはね、ここで駐車してカートとかでもう荷物を運んで自分の予約しているサイトに行ってキャンプをすると、でサウナを楽しむという感じですね。この辺はね、ゴミ箱がありますね。ちょっといろいろ見させていただこうかなと思っております。受付です。レンタルがいっぱいあります。ピアチャンネル初のサインあります。サインも考えなきゃいけないですね。字もね、汚いんで、私はね、ここで受付をします。で、レンタルはこちらになってるんで、借りるものはね、この辺から取っていきます。何でもあります。水かけるやつとか、椅子とかね、ライフジャケットとかね。で、シャワールームもね、とても綺麗なんですよ。変わらずですね。変わらず綺麗にされてます。はい。あ、トイレを見ましょうか。失礼します。綺麗です。エアコンもついてますね。で、炊事場もここにあります。お湯は出ないですね。はい。サウナテントが6ぐらいあって、各サイトに電源がこのようについてます。で、テントサウナをして川に行くという感じですね。で、桜がそこにも咲いてます。こんな感じ、はい、かなり咲いてます。今十分咲きぐらいな感じで、ちょうどタイミング良かったですね。この景色です。2箇所ね、川に行けるアクセスがありまして、ちょっとね、川そばまで行ってみたいと思います。このように階段になってます。で、暑いっつってこっちの川にダイブすると。はい。で、深くはないんですけど、小さいお子さんとかはね、無理しない方がいいかなと思います。ここまでね、川が近くてキャンプができるっていうのもね、なかなかないので、こういうね、川の場所でね、キャンプ場っていうのはいつかね、自分も作りたいなと思いますよね。なかなかこういう土地はね、見つからないですね。なんか綺麗な花が咲いてます。で、サイトの広さはですね、だいたいどれも同じぐらいの広さになってるかなと思います。6メートル ×8 メートルぐらいかな。テントサウナ8個あります。こちらから先ですね、バレルサウナエリアと、で、直火でここはね、焚き火もできて、で、上の方にテント張れるスペースが別になっているという感じです。これが噂のバレルサウナ。おー、川も見れると。木のね、香りがしますね。大人が4人から6人ぐらいは座れそうな感じですね。新築の香りがします。ライトアップがされてるんですよ、これ。よく見るとちょっとね、夜来てみるとまた全然雰囲気違うと思うんですけど、暖かい光の空間に囲まれながら焚き火して、サウナ入ってバーベキューすると、こんな贅沢ありますかっていうことですよ。こっちは5メーター×6メーターぐらいあるかな。こんな感じの景色です。こんな感じになっております。はい、ということでね、一周ぐるっと回ってきました。感想なんですけど、なんといってもこのポイントは、川沿いにあるテントサウナ、バレルサウナ、これですよね。特にね、このバレルサウナはとてもかっこいいです。都内からでも、インタからも近いっていうのもあるので、かなり行きやすいです。小1時間でこの非日常を味わえるっていうのはいいかなと思います。サウナ好きにはたまらないキャンプ場です。チェックしてみてください。それでは以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。